日曜バートマンです。僕は国内外様々な、アーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、書き込みギターラボと言いまして、ギター専用のオンラインサロンをやっておりましてですね、大人が集いギターのことを、いろいろ語り合って、質問し合って勉強し合っている、オンラインサロンをやっております。ぜひ概要欄の方からご覧ください。それで、この YouTube をご覧の皆様だけの今だけの、プレゼントがあります。僕の使用するナノダイヤモンドケーブルというギター用ケーブルがございます。それのですね、買うときに、使える僕専用のクーポンコードが発行されております。このチャンネルをご覧の皆様にプレゼントしますので、期間限定ですよ、期間限定なんで、概要欄の方から、ご覧ください。めちゃくちゃ音が速くて解像度が高いです。ぜひおすすめなんで使ってみてくださいね。はい、というわけで今日は何をやっていこうかという話なんですけども、ポリリズムをやっていきたいと思います。ポリリズムをやっていきたいと思います。はい、ポリリズムと言ったらもしかしたら皆さんはパフュームしか知らないかもしれませんね。そんなことないかね。そのポリリズムをやっていきたいんですけども、どういうものかというのを簡単にご紹介します。こういうものですね。こういうものと言われてもよくわかりませんよね。例えば皆さん、まあ一般的には4拍子の曲をやります。4拍子の曲をね、がこれですね。こう上、要はタン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 というリズムが流れていたとしますね。それに対しタン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 って三拍子のようなリズムを重ね合わせるわけですね。でも、一拍に対し三拍子を入れるんじゃなくて、八分音符を三つ割りしていくというか、言ったらいいですかね。タン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 というリズムだったら、タン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 って同じ拍子なんだけど、三連符というか、三つくぐりのフレーズを弾いていくから、アクセントの場所がずれていくよ、というものなんです。これはこれでしっかりとリズムトレーニングをしないといけませんし、実際のところ4拍子だからって4拍子もしくは8分音符16分音符だけで演奏しているっていうことは世の中全くなくて、どちらかというとポリリズムだらけで演奏しているっていうのが、実情じゃないでしょうか、多分ね。なのでポリリズム力っていうのは圧倒的に鍛えた方がいいし、連複フレーズというフレーズがありますよね。例えば盛り上がった時に同じフレーズを早く何回も繰り返すみたいな、繰り返すこのポリリズムですよそれこそ。なのでそのですね、めっちゃ早いフレーズも単純に4つ割りの、リズムで弾くと、非常にかっこ悪いわけですね。今回はまずですね、簡単なポリリズムに挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、最初のポリリズムは4の3ですね。4連符に、3連符が乗っているというものですね。どういうものかと言いますと、今メトロノームが出てますが、タッタ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 という8分音符に対して3連符を乗せていくと。たた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 、みかん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 りんごっていう感じですかね。こんな風にですね、3連符を乗せていくと。ちょっとオケを出して、何のオケでもいいです。僕はですね、今 D マイナーと G7 を鳴らしてます。ルーパーとか、何でもいいですね。カセットテープ、iPhone でも何でもいいので録音してですね、これに合わせてやってみましょう。このリズムに対しては、これが、8分音符。これが8分音符ですね。この8分音符に3連符を乗せていきます。タタ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 という感じですかね。ポジションはですね、ちょっと練習のために、揃えますけども、4弦の5フレット、4弦の7フレット、3弦の5フレットを弾いていきましょう。3連符ですね。ドーン。ピッキングはどうでもいいです。オルタネートでもいいですし、ダウンだけとかでもいいですね。1と2と3と4と11、12、13、14、11、12、13、14。
線とかずれていくのがわかりますかね。これをですね、ひたすらテンポを変えてやってみてください。早く弾けたら早く弾けた方が、より難しいと思います。次は、3の4ですね。3連符に4連符を当てていくと。これの真逆ですね。3連符に対し4連符を弾いていくというやつですね。バッキングをもとにどうなるかというと、っていう感じですね。こんな風にリズムがずれていきます。というわけで早速やってみたいと思いますが、ポジションを決めます。4弦の5、4弦の7、3弦の5、3弦の7を4連符。1,2,3,4 とやってみましょうね。で、たた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 たっていう感じでやってみましょうね。はい、僕も言っててよくわからなくなりますけどね。さあ、やってみましょう。たた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 たというわけでですね、ぜひ練習してみてください。最後は、これをペンタトニックで上がっていく練習をしましょう。前回もやりました。5フレットは全部使いますね。5,8,5,7,5,7,5,7,5,8,5,8 というね、Cメジャーペンタトニックを上がっていきます。で、最初は4連符に対し3連符を入れていくので、6弦の5、6弦の8、5弦の5。次は、6弦の8、5弦の5、5弦の7、5弦の5、5弦の7、4弦の5という感じで、3つくぐりで上がってきます。次はですね、3連符に対し4連符を合わせる方は、6弦の5、6弦の8、5弦の5、5弦の7。次は5弦の5、5弦の7、4弦の5、4弦の7。次は4弦の5、4弦っていう感じで、4つくぐりでやっていきますが、これを3連符に当てていくと。たた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 。という感じでやっていきたいと思います。お経を流しながらやってみます。まずは4の3。たた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 。もう一回いきます。続けて3の4やいきますね。はい、という
というわけでですね、初めてのポリリズムいかがだったでしょうか。ポリリズムを駆使してですね、もっと早い連複フレーズを、用いてですね、やると、非常に、ポリリズムもかっこよく聞こえますので、ぜひやってみてください。というわけでですね、今日のレッスンが参考になった方はチャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。